す。好きな YouTuber、たまさまとぶーちゃんです。はい、というわけですね、本日は、はい、僕のね、作った LINE スタンプ、はい、はい、こちらの、50コインで買える希望というね、やつの中にある言葉から、うん、1個ずつね、なんかちょっと2人で解説できたらなと。まあそうですね、うん、まあなんかトーク対談みたいな感じというかまあ満を持してっていう、満を持してっていう状態ですね。で、まあまあこれやってね、なんかその何かの参考になればと思うので、うん、はい、よかったらね、見ていってください。はい、はい、で本日の、ね、まあ、キーワードというか言葉はノーと言えない日本人、イエスは探せる日本人。はい、これですね、まあ言葉だけ取ってね、これブーちゃんどういうことか分かりますか？ノーとは言えない日本人、うん、まあ、イエスマン、うんうん、かなとは思うんですけど、うん、イエスを探せる日本人、うんうん、イエスは探せる日本人ね、うん、どういうことっていうのはちょっと思いますけどあ、そうですね、まあ、例えばですね、なんか僕の時代っていうのはやっぱりイエスマンって、ね、なんか上司の言うことは絶対みたいなこととか、うん、まあ、取引先の人とかね、うん、そういうのも絶対イエスって言えなきゃいけないような世界っていうかね、今日飲み会行くぞって言うたら入って、まあ、朝の何時まで通用されてとかね、うんうん、そういう世界だったからね、うんうん、イエスマンっていう言葉はね、なんかまあよくない意味ではまあ出回ってたんですけど、うんうん、今結局どうなのかなっていうのはまあまあね、ご時世的にちょっと変わってきてるところもあるんで、うん、まあ今の若い子たちはね、なんか結構ノーっていう人も、ね、飲み会誘ったらパワハラですとかね、うん、まあね、なんかすごい話になってたりしますからね。そういうこともね、ありますかね、うん、まあまあでもなんか、まあ、それで言うとこもあるんですけどね、うん、なんかすごいセクハラされても会社辞めないとかそういうことはもうなくなってきてるかなとは思うんですけど、うん、なんか、まあ、ブーちゃん的にはどう、職場でこう先輩とかに言われたらもうなんか、そんなこと僕したくないですみたいなことを言うタイプ。でも基本的に僕はやりますね。あ、やる、やるし、飲み会誘われたら行きますっつって、うん、なんかそれでも今もう黒服やってるじゃないですか、うんうん、普通に車で出勤して、うん、で今日飲み会だからって言われたら、うん、ああ分かりましたってもうそのまま駐車場に車止めて、うん、飲んで次の日に取りに行くみたいな、うんうん、みたいなことやってるんで、基本的に僕はイエスが多いですね。はい、イエスマンの方です、うん、まあでもイエスマンでね、なんかやっぱり逆に言うと僕はね、いいと思うんですよね、うん、なんでかっていうと、そのなんかイエスって言える方がやっぱり何か物事を頼む人って頼みやすいし、うんうん、なんかその例えば職場で会ったりとかしたら、まあ、なんつの、いや、なんか嫌々そうにね、こう、いや、これやってって言われて、入ってやる後輩と、嫌々そうに分かりましたみたいな感じでやる後輩だったら、入って言ってくれる人に、ね、なんかこうなんか仕事振りやすいっていうのもあるので、まあ、でもなんかそいつはサボるがゆえに、なんか自分に仕事回ってきて嫌だなと思うけど、そいつはなんかもうそれ以上成長がないから、結構ね、うん、で逆になんかこうやって、いや、これやってよ、これやってって、ね、言われる方が、ブーちゃん、これやってとか言って、入ってやりますよって。で、あ、それ違うよ、こうだよとか、うん、教えてもらった方がなんか自分のスキルアップになる。まあそうですね、分かんなくなったら聞くっていう手段があるので、うん、知識の経験のね、差になって、やっぱ仕事できるようになるっていうのはやっぱ人間的成長でもあるかなと思うのでね、うん、普段からのね、なんかやっぱそういう風になれる方がイエスマンであるのが僕は今得な時代なのかなって逆に思うんですよね、うんうん、だからノーってね、言えない分な、そのね、はっきりとこう、まあ、欧米かみたいなねアメリカ人みたいにこうノーとかね、イエスをはっきりしてきてね、うん、ああいう人もそれはそれでまあメリットデメリットはあるんですけど、うん、まあノーって言わない、言えなくてでもイエスっていう方を探る日本人の方が得できるところもあるかなっていうふうに僕は思いますね、うん、今の世の中ですけど、まあなんか全部は全部ね、なんかイエスマンですよ、なんか別になんか焼きそばパン買ってこい、はいみたいなねパシリみたいなのはねあれですけど、うん、でもなんかそういう人ってでもね、やっぱり、ね、なんだかんだ言ってなんかこう、ちょっといい先輩につけばなんかすごく得すると思うんですよね、うん、なんかただパシャらせてるだけのようなやつもいるけど、うん、なんかそういうんじゃなくて、なんかこう、本当にちゃんと、あ、いつも俺の言うことを聞いてくれるもんなーってなんかね、たまに飲み代を奢ってもらったりとか、うん、ね、それなんかそういうお金貸してくれたりとか、うん、なんか知恵貸してくれたり、力貸してくれたりする先輩が多分付きやすいと思うから、うん、いろんな人とね、付き合っていく上でそういう人の方が得なんじゃないかなって俺は思うんですよね、うんうん、なんか今の子って結構やっぱり、いや僕はこうじゃないですかってこう引きこもっちゃう方が多いから、うんうん、なんかそういうのやってないみたいな、ブーちゃんは多分ね、特にね、みんなで遊びたいっていうの
そうですね、基本的に家にいたらなんか外に行きたいなっていう僕は外に出ちゃいますけど引きこもりっぽく見えるけど実は慣れないです外に出たい人、はい、休みの日とか遊びに来てなってずっと考えてるまあ、でも今の若い子とかって話が結構出るじゃないですか、うん、今の若い子っていうよりも今の若い子も僕みたいな子たちは全然いると思うんですよ、うん、ただ二分割されてるのがすごいなんかはっきり白黒出てるのかなっていう、あ、主張しやすい、ね、うん、いや私僕これがあるから行かないです、これがあるからやらないですっていうのがはっきり物事を言える世界になったのかなっていうのは思いますけど、うん、そうですね、まあまあ、なんか本当は理不尽な人とかもいるけど、なんか諸先輩が言うことってやっぱり経験してきて言ってるから、うん、まずはそれに従った方が要は時短になるっていうか、うん、なんか時間短縮っていうか、いや俺がこう思うんでこうやりますって言って失敗するよって言わないや、あ、そうなんですねみたいな、で、あ、じゃあこういう風にしますって言った方がなんか事前にもう迫りくるこうトラブルをこう回避できる、ね、うん、ところがあるので、なんかそういう風になった方が絶対得だと思うんで、ね、うん、その後輩的なもので言うと、そうですね、うん、絶対的になんかまあ、人生純不動だと思うんで、なんかその例えばまあ年的にはね、僕の方が年上だけど、まあ俺もブーちゃんに教えられることもあると思うし、それぞれがそれぞれの先輩であり、うん、後輩であるっていう部分もあるし、まあ仕事はね、仕事で絶対あるけど、うんうん、なんかそういう部分もあると思うんで、なんかそのまあ人生みんな死っていうね、こう先生であるというね、なんか考え方もあるんですけど、まあ、そういうのも含めなんかそのやっぱりなんかこう自分がこう大切に思って、その人を大切に思ってなんかこう支持していれば、なんかその分の恩恵は絶対あると思う、うんうん、まあそういうなんか変な人はね、なんか避けて、まあそうですね、いい、うまくこうシュシュッとこうっていうことをすると絶対なんか浮き上がりやすいっていうか、まあそのね、なんか周りからちょっと抜きんでる部分もあるんじゃないかなって、うん、まあ、そこから多分きっとイエスを探せっていうところ、そうそうそう、イエスちょっとこううまくこう受け入れてくれってみたいな、そう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 、だからやっぱりなんかやっぱりなんかこう言った時になんか言い訳を探しちゃう人って、やっぱり言い訳探しちゃう人、人のせいにしちゃう人ってすごいいると思うんですね。だからなんかそのいやこういうのでできません、こういう環境にできません、こういう人間関係にできません、でもそこにいるのは自分の責任なんですよ、うんうん、ね、誰のせいでもないっていうに気づいて、あ、こういう今起こってる自分に起こってる悪いことはこれ自分のせいだなっていうのが受け止められると、なんかそのなんかこうまっすぐにっていうか、ね、生きられるとか、うんうん、もっとまっすぐ楽に生きられる感じなんですね。あ、これは自分の過失だなとか失敗だなって、うんうん、じゃあこれはこうしないようにしようとか思えるし、なんかそうやって頑張ってる人ってやっぱり肩から見ても応援したとかありますもんね、うん、あ、こいつまっすぐだなみたいな、うん、まあ失敗もするけどなんかこう努力してやってんなとか前向きにやってんなって人はやっぱり応援したくないじゃないですか、うんうん、まあ、でも自分がそうであるようにやっぱり先輩から見た自分っていうのもそうだと思うんですよね、うん、だから自分がこうわーって頑張っていったら、あ、こいつ可愛いなってやってやるかなって手貸してくれたりとかね、うん、するとは思うんですよ。だそういう部分になんかこう置いてこうイエスっていうのを探せる、こうできない理由じゃなくてできる理由を探すっていう部分をみんなに頑張ってほしいなって思う意味でこうちょっとつけた言葉ではあるんですよね、うん、なんかこれはもう本当に小先輩方もそうだけど、まあ後輩君たちもね、なんかそういう風に言ってた部分もあるので、なんかやっぱりその人様からねもらったこの見聞というか知識とか経験をなんかこう言葉にしたスタンプなので、でまあその50コインで買える希望っていうのをつけたのも、なんかこういう風に考えたら希望があるよというね、なんかすごい売れてるんですそう、なんかやっぱりだからそういうね、なんかもなんか持ちたいって人はいっぱいいるんだろうなっていう、そういう希望ってものをね、なんかすごく思いますね。なんかこうやっぱりこうなんつうのかな、こういろんなパターンのね、まあ、文字のやつもサンプルを作ったんですけど、なんかこれがやっぱりそのなんかこう一番こう反応してるかなっていうか、うん、アナリティクスを見ても一桁ぐらい違うんですよ送受信のなんか利益のあれを見ても、あ、すごいなみたいなみんなこうやってね、なんか希望を持っていきたいなっていうまあ今までになかったスタンプではありますからね、うん、結構そうそう、なんかやっぱ僕の中でのアートはそのやっぱりその希望っていうものがあるので、なんか自分が作った作品に対して希望を持ってほしいっていうか、なんか、うん、まあ勘違いでもいいんですね、なんかその受け取り方が違って、多分この言葉一つの解釈の仕方が違ってもいいんですけど、その人は励みになったりとか、なんかこう応援になって、あ、じゃあ明日から頑張ろうとか今日頑張ろうとか思え
ったとしたら、もうそれはもう絶対ね、こう50コイン以上の価値があると思うんです。で100何円出してそう思うならみたいな。人間ってやっぱり可能性があるので、なんかモチベーション一つで多分変わると思うんですよね、うん、未来っていうのは。まあ、今結構ね、こうやっぱりコロナウイルスとかね、我々こう悪いニュースが多くて、うん、なんかいろんなことも懸念してる部分がすごくあって、みんなもこうね、やっぱりモチベーション下がってきてるとは思うんですよね、うん、でもその時にこう、こういうこともあるよって なりながら、まあ自粛とかもしながら、でも頑張っていこうみたいな、ね、うん、なんかそうな世の中だとは思います。あと天気なんで、いろいろね、変わってくるものもあると思うんですね。うん、すすきのもなんかこう仲間たちがこう移転したりとかやめていったりとか、うん、やっぱあるんですよ、僕の周りで。もうちは現状維持でなんとか頑張れるかなとは思ってるんですけど、まあそんな中でもね、なんかそうちょっと希望を持ってこうね、あの、まあ、この他にもいいことがいっぱいあるんで見ていただいてね、はい、買わなくてもね、見ていただいて、うん、うん、でもいいんですけど、はい、なんかそれが励みになればなと思っています。はい、まあまあノーと言わない日本人そうですね、イエスが多い、イエスが多いですか、イエスが多い僕も曲がってることは、うん、そこは違うだろうっていうのは言いますか、ちゃんと。いい、ちゃんと言える、はい、それは言える、言います、言います、言います。いや、こうじゃないですかっていうでもこうだとは言わないで、基本的に、うん、なんかこ、まあなんか断定っていうか否定っていうよりはこっちの方がいいんじゃないですかねっていう提案であったればそれでいいかなみたいな、うん、なんかそのノーっていうな、ダメだっていうのには理由がやっぱりあって、でもなんかそれがなんでノーなのかっていうのを、まあ、ディスカッションして、まあ、会話でね、なんかこう自分の中で、あ、そうだね、ビューちゃんの言う方がいいねってなったらそれそれでいいと思うんですよね。うん、で、なんかその中で、ん?って思うことがあるならお互い言い合った方がね、うん、一番いい人間関係だと思うので、ノーとも言うし、イエスとも言う日本人であってほしいって本当は思うんですけどね。うん、でもイエスっていうことを、要はイエスっていうのは、いい方法、うん、お互いがウィンウィンになる方法を探そうねっていう意味合いで作ったので、まあ、そこをまあ理解した上でイエスエール日本人になってほしいなと、うん、はい、そして皆さんにいい未来を築いていただきたいなと思います、はいはい、というわけでね、もし気に入ってくれたら、こちらのね LINE スタンプ、はい、50コインで買える希望売ってますので、ね、よろしくお願いします。そしてよかったらこちらのチャンネルも登録していってね、はい、はい、以上、すすきの YouTuber たまさまとブーちゃんでした。したっけー。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。